おはようございます。今日はね、ジャンタングルのテーマ、ラブリー、私のもう最も不得意な分野かな。あんまり可愛らしい感じのって、ジャンタングルでね、可愛い感じ出すのも結構難しい気がするんですけどね。今日のグレータイルに白ペンで今ね描き始めてて、なんかこれだけでも可愛いのとか思ってます。ちょっとドーナツ型のストリングにしてますね。ちょっとお花みたいな感じで、タングルなのかこれはみたいな感じですけど、うん、まあでもティップルとオーラですね。で、お花のような形に、ラブリー。で、私なんかラブリー、いや、今日テーマのね、ラブリーのテーマでどんなのがラブリーに見えるのかしらと思っていろいろ見てみたんですけど、やっぱりね、ピンク使うとなんとなくラブリーになるので、ピンクとね、あとキラキラペン取り揃えて、ちょっとこっちに用意してますけど、今日またまた桜商品勝手にご紹介コーナー、コーナーもうコーナーあんまりあれですね。あとそうだ、ローズペン使おうと思って何も考えてないんだけど、いつも何も考えてないって言って、本当はねちょっとは考えてるんですけどでもそうですね、まあ、考えてはいるけど、どうしよう、でも考えてたことと違うことをね、私の手がやりだしたちゃったりするんですよね。この書き方書きづらいかもしれない。一回オーラ一気にぐるっとしちゃった方がいいかもしれないですけど、うん、なんか予想外のことをしてるな私、うんうんうん、なんか今日天気がちょっと良くなくて、またどこでね、部屋の中のどこでやれば一体見やすいのかしらと思って移動しまくってたら、なんかちょっといつもやってないところでやってる、窓際に正座してやってるんですだからちょっとなんかカメラのいつも位置もちゃんいつもと違うから見づらかったらすいません。こんな感じでお花みたいなのを、これも本当のお花だね、描いて、まあ、オーラしたりとかね、ラブリーだからハートとか描いちゃったりとか、ね、そう、もうすぐバレンタインデー、もうすぐでもないか、来月、あ、でもまあもうすぐかな、バレンタインデーですね。ワクワクしちゃう、ワクワクしないか今年は息子はもらえるのかしら。なんか男の子のお母さんの気持ちこんな感じかって、なんかもらえないもらえないのもかわいそうと思っちゃうしね、すごいもらってきてもちょっとどうしようって感じですよね、きっとお返し大変だし。去年息子はね2つだけだったから、まあそんなにお返しは、うん、まあ友達友チョコって感じでしたけどね。そう、
今日ね、それで陰影を、これまた桜クレパスさんの色鉛筆使おうと思って、バンゴッホこの前ねゲットしたんです。でこの2つで影をつけていこうと思って、これちょっと一応水彩の色鉛筆なんですけど、あの今日は水は使わずに、殺筆も使わずに、こうちょっと塗り絵みたいな感じになっちゃいます。こんな感じで白のペンの際に入れていこうと思います。多分全部やったらすごい綺麗なんですけど、ライブ中にできるかどうかわかんない。もうちょっとちっちゃい禅だらがあったらいいのになと思って作っちゃおうかなって最近思っています。もっと気軽に丸いの描きたい。よいしょ、正座してたら足が痛くなってきちゃったっていうのと、あと今日はティアラっていうファンシーペン、宝石カラーなんですけど、それも使っていこうと思います。でね、さっきちょっといろいろ実験したら、これはパールピンクなんですけど、このグレーに直接こうやって、まあ、塗っていってもいいんですけど、ちょっとこのね白を一回引いた上のだと色がね少しなんていうか明るくなるんで、白を一回引いた上でもいいです。まあ直接塗ってもね落ち着いた感じの色になりますね。桜のねティアラ、私いろいろなところに描いてみて、まあ好みあると思いますけど、普通のあの黒タイルの上が一番なんかギラッというなんか玉虫色みたいになってすごい綺麗ですね。で白に描くとすごい可愛らしい感じで、やっぱ色が全然違うんですよね。なので今日はねグレーにしてみました。可愛いでしょう、ね。でまあ、白の上に乗せてももちろんこのままの描いてもいいんですけど、こうやって何を描こうとしてんだろう私ちょっと分かんない。これ何こうするか、なんか葉っぱみたいな感じ、ね、ちょっとファンシーだけど、まあ、今日はねラブリーテーマだからいいかなっていうことで、ってのと、あと水色とか可愛い色って、水色じゃなくても何色だっけな、これアクアマリンブルー、全部ね誕生石の色がついてるんですよ。私の好きな、あ、私の誕生石ターコイズ。あとで編集してインスタにあげようかな。これはねガーネットローズってやつですね、うん、なんかラブリーな感じになって、おう来たでしょう、来たでしょうか。なんかちょっと子供のいたずら書きみたいになっちゃってますけど、たまにはこんなのもどうですかね。成富さんどうしちゃったのみたいな。昨日はね息子が発熱してずっと家にいて何もできなかったですね。あ、なんかハート。
今日はね元気に学校に行ってくれてよかったです。インフルエンザかなと思ったんですけど、そこまで熱は上がらないで、ね、なんか疲れですかね。フィグマ01の、ね、ローズですけど、この色ほんといい色、このお尻のピンクと全然違う色なんですよ。大人なピンクって大好き、ピンクって私あんまり得意じゃないんですけど、なんかバレンタングルかなんかで描いて違ったかな、何かで描いてからすごいピンクもいいなって思いましたね。あとピンク好きな方多いですよね。ピンクのあのゼンタングル上げるとすごい褒めてくれる人すごい褒めて、その言い方も変だな、なんかすごいツボの方が結構いらっしゃる、へえと思って。そうだそうだ、あともう一個、あでもこれ出しちゃうと大変、 SPA また出てきた SPA の白、これもねいいですよ。これもすごい立体的な感じの、見えます、ケーキみたい、かわいい。あんまりね絞り出さないでこうちょんちょんってやるだけでいいです。でこのなんかちょっと立体的になって可愛いんですよ。ラブリーだわまこの前ご紹介したね、金でやってもいいですけど、ね、今日皆さんどんな感じでラブリー書くのかしら。また触っちゃったもうだから最後にやった方がいいんですよね。 SPA いつも触っちゃう私。ラブリーかなちょっとよく分かんなくなってきちゃった。まあまあ楽しくね出たらいいかな。またこれじゃあ、出来上がったら載せてインスタ載せます。はい、見てくださった方はありがとうございました。それでは、良い一日を、さようなら、バイバーイ。